はい。更新しました。まあ、東大文産に合格した学生の話を、まあ、あくまで指導者側の視点から喋、まあ、全方位から語るっていうのは無理、時間的なものから無理ですからけども、もうざっくりとちょっとお話をしているわけなんですが、まあ、数学、文系の学生で、数学伸びないな、思ってることってたくさんいると思うんですよ。で、さっき挙げた京大理学部に受かった学生の場合は、英語できないなって、これも多いと思うんですよ。で、繰り返しますが、やっぱり人間の資質って千差万別ですから、向いてないものは向いてないんですよね。で、向いてないんですが、じゃあそこで諦めてしまうのか、それとも、最低限のレベル、なんとか底上げしようと、ひたむきになれるかどうかで、結果大きく変わってくるわけですが、ただ例えば苦手な科目も得意な科目と同じような向き合い方で取れるようになるかって言ったらそんなわけはなくて、苦手な科目に関しては、まあ、あるいは資質が偏ってあるんで、いるんであれば、なおさら、苦手な科目には、得意な科目の2倍、3倍の時間をかける必要はあって、それでも伸びない。でも、それでも、じゃあやる価値はない、そんなやってらんないのか、気持ち的にはやってらんないでしょうね。やってらんないでしょうが、そこで食い下がれるかどうかで結果は相当変わってくる、ということは言えると思います。で、僕は、しょっちゅう言ってますが、英語が苦手だろうが、数学が苦手だろうが、とにかく文系と理系のバランス大事にしてほしいということを言ってるんですね。まあ、より直接的には英語と数学になるわけですけど、軸のところは。苦手なのは分かってる。得意な方も分かってると。で、得意な方をほったらかしでも伸びていく。あるいはそんなに大怪我はしない。問題は苦手な方だと。で、報われなくてもやるべきだ。ずっと言っています。で、この二人とも、その方向は真逆ですけど、真逆に振り切っている二人ですけども、同じことを言いました、それに関して。で、ある程度受け止めてくれたからこそ、まあ、大きく崩れることはなかったんじゃないかな、というように思っています。で、これって、かっこ悪いですよ、傍から見たら。だって、同じようにやって人よりも伸びないわけですから。でも、そこから逃げずに、着実に積み上げていった。その得点の積み上げ方が遅かったとしても、積み上げていったっていうことが、結果的に、け、あの、いい形に結実したのかな、というように思いますね。まあ、そこは共通していると思います。まあ、いずれにせよ、まあ、二人とも得意科目、ありますからね。もう武器は持ってますから、基本的に優秀だと思います。非常に優秀です。で、だけども苦手なものっていうのは、その反動が大きい2人で、そこから逃げずに、ある程度ね、まあ、真正面から向き合って、ものすごい勢いで巻き返していったっていうわけではないですが、最低限のラインを少しずつ底上げしていったという意味では、まあ、素晴らしかったんじゃないかなと。いうように思います。改めて合格おめでとうございます。という話でした。で、3人目の話ですね。東大理一に合格した学生の話です。で、この子は、一般的な受験生ではないという言い方はできると思います。どういうことかというと、仮面浪人です。で、仮面浪人なんですけども、今の京大の子と東大文産の子は、いわゆる私立の進学校で、まあ、屈指の進学校ですけども、で、現役で順当に、まあ、結果的にはですよ、順当にはまれたという言い方できるんですが、この子の場合は、まず、まあ、過去を掘り起こすわけじゃないですけども、中学受験の時に、まあ、中堅以下のところを受けて落ちていると。ただ、その落ちている理由が、なんか、中学受験の備え自体が甘かった。
ちょっと家庭がよくわかってなかったから落ちたっていう感じなんですけども、それで、公立の中高一貫に行ったと。で、その後、いわゆる受験塾とか予備校とか、ろくに利用していたわけでもなく、まあ、学校の勉強プラス、コンピューターサイエンスのところがすごく強い子なんですね。まあ、それは独学でやったって、ここにポテンシャルの高さが光るものを垣間見えるわけなんですけども、そういうこともやっていたと。で、現役の時は僕はまあ、そんなに親しくなかったんですけども、ああ、こういう子がいるんだと思いながら絡んでたんですけども、結果的に東大志望だったんで、やはりリーチ志望だったんですけど、ダメで、で、後期の、他の大学に行ったんですね。で、その他の、そこの大学に属しながら、仮面浪人をしてたと。でも僕から見ると、話を伺う限りでも、ポテンシャルでも、大学の成績でも、まあ、もちろん苦労していたわけなんですよ、本人は。非常に成績は良かったようですし、で、まあ、これ、すべてのが、もう僕も散々そのタイムラインで絡んでるわけですけども、僕なりに、強引に引っ張ってくるっていうことはしないようにしてるつもりなんですね。やっぱり本人のプライドとか、やっぱりタイミングがありますから。で、彼の場合も、ちょっと、引っ込み思案なところを若干感じてる。僕からするとそんなの全然必要ないんじゃないかと思うんですけども、まあ、周りがすごいっていうところもありますからね。屈指の名門校に通う学生たちと絡んでますから、ちょっと引け目を感じるっていうところで。で、いや、ポテンシャルは十分だよっていうこと、前から言ってたんです。ただ、さっき言ったように叩き方が甘いなというところで、現役の時も、もうちょっと叩いた方がいいだろうなと思いつつ、彼にちょこちょこ口を挟んでたんですけど、やっぱり失敗してしまったようで。で、最初、その仮面浪人始めてから、現代文に関わっていました。で、まあ、数学は自分でできますっていう、あるいは理系科目は自分でできますっていうことを言っていて、まあ実際にちょっと見たところ強かったので、ああ、確かに大丈夫そうかなというふうに思ったんですけども、ちょっと早とちりをしてしまうところ、数学なんかあったり、要するに荒削りなんです、なとこがあったんですね。理科は大丈夫だったから。で、現代文に関しても本人が弱いなって自覚している通り、まあ、現代文記述なわけですよね。基本的に二次ですから。やっぱり言葉の選び方がぎこちないんですよね。で、別に、いや、現代文で得点伸ばすのって難しいんじゃないかっていう話をちょうど今日とホームズとも話してましたけども、いや、僕の感覚からすると、極めて普通のことを、当たり前のことをやってるだけのつもりなんですが、まあ、さっきね、英語の言葉の選び方の話しましたけど、多分ここの表現はこういう単語を選ばないよなっていうふうに僕からすると思うところで、なんか変な選び方をしているわけなんですね。で、おそらくはその彼の場合も、さっきその京大理のことが英語でそうだったのと同じで、読むのは早いんだけども、なんかロジックだけで読んでるというか、いや、こういう話題って割と有名なんだけど、知らないっていう話をすると、いや、知らないですねっていう話をすることが多かったんですね。で、それって結局知識の話でもあり、東大なんか論説が理系の場合出るわけですけど、まあ普段新書とかね、いろんな分野のあるじゃないですか。マルゼンライブラリーとか、岩波文庫とか。まあ特に彼の場合、コンピューターサイエンス強いので、そっちの方に関心が基本的にはシフトしてるので、やっぱり時間を取ってなかったと思うんですよ。でもまあ、こんぐらい知っといた方がいいんじゃないっていう話はしましたけどね。で、ある程度、その知識を入れたり、言葉の、まあ、この文章の背景でこういうことが問題としてよく取り上げられててさ、という話から入っていって、言葉の選び方としてはこういうものは自然だよねっていうことを植え込んでいった結果、まあ本番では浪人、あ、違う違う、現役の時と比べても、国語の点数は20点ぐらい上がったという話は
まあ、20点とは言ってなかったね。でも、だいぶ効いてるっていう話はしてましたね。多分20点ぐらいだと思うんですけど、言ってましたね。で、まあ、彼の場合は、一般的にはさっき言いましたけど、現代文って上がりにくいっていう話をされるわけじゃないですか。で、ましてや東大だったらやっぱり難しいから厳しいんじゃないというふうに思ってる方もたくさんいると思うんですけど、多分違うと思いますよ。英語と同じで、ロジックだけでは解けないと。やっぱり普段からの素養とか、まあ文章を読む蓄積、知識、まあそれは背景知識ってことですね。あるいは言葉の広がり、概念の広がりっていうものを、どれだけ沈殿させておけているかっていうところはやっぱり出て、特に理系に強い学校であればあるほど、そこが片手落ちになるわけですよね。で、普段の日常生活のところの関心の寄せ具合っていうところを見ても、それはよく感じます。で、そういうものってやっぱり一気には身につかないんですよね。で、彼も、このカメロニにした彼も、基本的にポテンシャルすごく優秀なんですよ。素晴らしいと思います。なんですが、やっぱり間に合いませんでしたね、そういうところは。だ間に合わないっていうのは、あ、こういう分野にこういうテーマがあって、こういう背景があって、いうのを十分にカバーするっていうところは間に合わなかったということですね。やっぱり、大学での授業のこなさなきゃいけないっていうこともありますし、で、時期的に、まあ時期的にというか、もう、カメロニ始めちゃった状態からそれを始めてますからね。中1、中2の頃からその読書を積み上げる、できないですからね。そういうところでは学習の歴史がないですし、まあ間に合わなかったわけですけども、まあそれでも20点ぐらい伸びたっていうのは、まあ端的な事実として現れてるんじゃないですかね。根本的に欠けてるものっていうのが、だからその予備校とか塾のスタンダードで語られているもの、ではカバーしきれてない根本的なものっていうのを補った結果、その点数が出たんじゃないかな、というふうに僕自身は思っています。まあ何より彼自身がそれを実感して、あ、伸びてるっていう結果にもつながりましたし、現代文では高校のスコア出たっていうところも、での結果っていうところもあれば、もちろん合格っていうレベルでの結果もあれば、まあ出たのが何よりですけどね。まあそういうところも含めて、まあ僕が意図していたことを忠実にというかそのまま実行し、それが結果につながったという意味では、一番手応えを感じた学生でしたね。まあいずれにせよ、この学生は、本当カメロニに辛かったと思います。で、いろんな意味で辛かったと思いますね。ね、まず中高一貫とはいえ、私立ではないわけです。手厚い教育を、十分に手厚い教育を受けているわけではない。で、そこから、まあ、第一志望落ちて、浪人して、あ、浪人じゃないか、仮面浪人してるわけですけど、大学での生活、二重生活ですよ。で、大学での生活に加えて、受験勉強もし、まあ、疲れた体引きずってやってるわけですよね。で、それで頭の中入る時点で、かなりのポテンシャルですけど、で、まあ、公立の中では進学校ですけども、周りに自分と同じような志望の、同級生とかいないわけですよね。そこで一人で戦っていたっていうところで、結果を出したっていうのは本当に素晴らしいと思います。なので、前の二人も、とても嬉しいんですけども、彼が通ったっていうのは僕にとっても本当に嬉しかったですね。まあ、いずれにせよ、特徴が全然違う3人ですけども、京大理学部と東大文産と東大理一合格者、無事出すことができました。出すことで、まあ、頑張ってね、本人たちが頑張ってくれたおかげで、合格することができたと思います。改めておめでとうございます。ということで、報告としたいなというように思います。で、神戸大の工学部の学生の話も、まあしてもいいんですが、ちょっと落ちます。で、軽く触れておくと、実は僕としては、
この神戸大の工学部の学生が一番苦労したんですね。で、指導していた期間もとても長くて、中3の夏から高3まで、長いですよね。で、これ個別の形で見てたんです。で、さらに、一浪した後の直前期、12月から2月まで見たっていう子なんですね。で、まあ、ちょっとこの子に関しては、かわいそうだったなというふうに思うのが一つと、まあ、理由をちょっと述べますけども、歯がゆい思いをしたなというのも一つとあるんですが、まあ、結論から言ってしまうと、いわゆる深海魚だったんですね。だから深海魚って何っていうと、進学校にうまくはまることができた。できたんだけども、成績がどんなに頑張っても伸びない。下の方に張り付いてしまっている。そういう学生って一定割合いると思うんです。辛いと思うんですけども、典型的な深海魚だったんですね。で、特徴としては処理は早い。けども記憶が弱い。で、計算は早い。でも、言語が若干弱い。こういう子だったんです。マイナス点の欠点の特徴は、とにかく記憶が定着しないなっていう感じです。すぐ忘れてしまうんですね。で、最初はそれを本人は言わなかったんですよ。まあおそらく後ろめたさっていうところがあったと思うんですが、あ、俺記憶力弱いなっていうのは多分自覚あったと思うんですけども、最初彼の場合は、なんか凡ミスが多かったんですね。定期考査とかで。まあちょっと、あんまり面白くない話かもしれませんけどね、その東大京大合格者と比べると。まあ一つの参考として聞いていただきたいんですが、僕もその分苦労しましたから、なんでこん、あの、定期考査でよく、最初の小問1番とか2番とかだったら、小問集合が来るじゃないですか。で、3番、4番、5番とか、プリントの裏とかになってくると、ちょっと長文の論証問題とか、時間かける問題出てくるわけですよね。基本的には。で、最初の1番、2番でボロボロ落とすんですよね。その割には、後ろの問題の方が取れてる。なんでこういうことが起きるのかなと。で、まあ、お父様とも、個別ですから結構コミュニケーションを取っていて、何なんでしょうねって話をずっとしてたんですよ、半年ぐらい。で、昔からボンミスが多くてねっていう話をしてたんですよ。まあもちろんその子、中学受験で、まあ進学校入ったわけなんですけど、もう直接見てらっしゃいましたから、まあそれは手応えとしてあったと。でもそれにしても、これボンミスってレベルじゃないと思いながら、原因は何なのかなというふうに思ってたんですが、半年、一年ぐらいかな。一年から一年半ぐらいかけてたときに、どうやら記憶力が低いんじゃないかなっていう確信を持つに至って、ちょっと遅いっちゃ遅いですけども、さすがにそういう子を見たことなかったですから、本人に聞いてみたんですね。いや、お前、自分で記憶力ちょっと低いって思ったことないかっていうふうに聞いたところ、いや、自覚はあったっていうことを言うわけですよ。それで、そんな大事なこと早く言えよっていうふうに言うわけなんですけども、ただ、その深海魚ってことを言ったわけなんですが、やっぱり劣等感を感じてるわけですね。あんまり最初から切り込んでいくと、ここは個別の難しいところです。もう明らかに表情が暗いですし、あんまり最初からガリガリいくと、ああ、これ潰れてしまうなっていう怖さがあるわけですね。で、それだけ難しいからこそ、その学生の家庭教師とかつけずに、僕のところに来るわけです。やっぱり危ない線を渡っていかなきゃいけない。潰すわけにはいかない。で、その時に、で、いつぐらいに自覚あったんだって言ったら、聞いたところ、実は小4だったっていう話で出てきたわけですね。だ、それだけ根が深いわけです。で、ああ、そうか。まあ、それは僕だって、それを内心では驚いてますけども、じゃあそうであれば、他方で光るものはあるわけです。処理が早いなっていうところがあるわけです。まあ、そこらの麻布とか開成の子とあんま変わらないんじゃないですか。そこらのって失礼ですけども。まあ、変わらないですよ。問題は記憶のところだから、じゃあ、まあ、それが響いて、やっぱり語彙の蓄積っていうのは本当弱かったんですね。で、それは最後まで引きずるわけなんですけど、お前は処理は早いから、時間はかからないと。で、
お前がボンミスする理由は、それはボンミスじゃないと。ミスじゃなくて、覚えてないんだっていうことを、とにかく意識させたんですね。で、本人も薄々感づいてたと思うんです。ただ、やっぱりその傾向が強いので、認めたくないっていう気持ちが強かったと思うんですね。だからこそ、プライドが邪魔をして大きな修正ができなかったと。で、そこに対して僕ははっきり言ったことで、かつ言って終わりじゃなくて、やっぱり付き合ってやることが大事だろうなというふうに思ってましたから、まあ、かなりの時間かけましたよね、やっぱり。普通の子だったら、まあ、記憶チェック5回やれば、1ヶ月ごとに覚えるだろうなっていうのは10回ぐらいやりましたし、でもそのおかげで、やっぱり単語とか抜けなくなったんですけどね。で、主に記憶のところです、彼に関しては。で、英語もそうですし、古文単語なんかもそうですし、とにかく丁寧に覚えること、覚えること、とにかく意識して時間を割きま、もう割いて割いて、で、最初、所属校で、全科目で席次下位3割だったんですよね。3割のところだったのが、最終的に高3の終わりぐらいの時には、コスタの秋ぐらいか。秋の時は上位3割まで来たんですよ。まあもちろんその高3になったらもう学校のことなんかほったらかして席次なんか関係ねえよって話でもあるんですけど、でも、学校の内容もそれなりに高度ですし、まあ進学校ですから、僕のところでは屈指の進学校です。首都圏でも人気が高まってます。麻布より上ですから、入学ラインには。で、そこで、下位3割から3年半やって、ようやくと言っていいですね。結実し始めたら2年目ぐらいなんですけど、3年半経て、学年平均を経て、上位3割ぐらいまで来て、で、現役の時の東工大実践駿台の判定が、当時第一志望だったんですけど、B 判定が来てたんですね。しかも、ほとんど A マイナスに近い B 判定だった。もうやったぜっていう話になったわけですね。で、本人も思わず笑みがこぼれて。で、当然記憶力が弱いっていうところは自覚があった中で、科学って知識じゃないですか、大概のところ。で、そこが取れるようになってきたんですよ。で、それで学校の先生にも、やったなって言われた時の、なんて言うんですかね。ちょっと照れくさそうな笑みっていうのは僕は今でも覚えてますけど、あ、これでいけるっていうふうに思いましたね。ところが、まあおそらく現役の時惜しくもっていう感じだったんですよね。現役の東工大の時に結構ガラッと傾向が変わったんですよね、東工大って。それで、取れなかった。で、他にもいろいろ指導は受けたんですけど、ちょっとそこ解せないんですが、全滅してしまったんですね。で、その後全滅した後に、まあお父さんなんかも、まあ若干我慢ならないところはあったかもしれないです。僕の手を離れたんですね。で、離れて、まあ、その所属校の浪人組が集まる地元の予備校にみんなで通うわけです。まあ仲間がいますから、それいい区域で勉強できるというところに踏んだんでしょう。で、まあ僕つけるのもお金かかりますから、で、とりあえず僕のとこ切っといて、そっちに切り替えたと、気分転換。ところが、一浪して12月にまた来て、舞い戻ってきて、ちょっとセンターの対策してほしい、伸び悩んでるかって、来るわけですね。蓋を開けてみたら、現役の秋の時に、東工大実践で総合偏差駿台で63あったのが、54になってたんですよ。で、まあ僕もあんまりないですよ、こういう時って。ああって思っちゃったんですよね。要するに、予備校が合ってなかった。で、あるいは、本来だったのは、まあ全滅した後ね、メンタルのケアをしなきゃいけなかった。で、その時にケアをして、まあしばらくは休んで、立て直して、まあ頑張ろうねっていうところで、うまくまたの軌道に、予備校の軌道に乗っていければよかったんですが、多分乗れなかったんでしょう。で、現役の時から10ぐらい落ちちゃって、逆に言うと現役の時それだけ頑張ってたってことなんですね、彼は。あ、これは、もうここまで落ちてしまうと、
やっぱり残り3ヶ月でセンターも悪くなってましたから、あれ、確かセンター70%ぐらいしかなかったと思いますね、当時。で、それも現役の時は79%とか80%あったんですけどね。ちょっと、間に合わないですよね。だし、致し方なく脂肪を下げて、落として、まあ、神戸、まあ、安全圏のところ、神戸の工学部出したんですけどね。まあ、僕からすると、ああ、もうちょっといいとこ行かせてやりたかったなっていう気持ちがあるんですけど、だからもちろん本人の前ではね、そんなことは一切言わないですけど、まあそういうこともあるということですね。だから、まあその予備校には本当にどうしてく、なんてことしてくれたんだっていうことを言いたいわけですけど、まあそれも含めて、運といえば運ですけど、それにしても、まあ、という気持ちですね。なので、まあ一応合格おめでとうという感じであるんですけども、個人的には、まあどうしようもないですけどね、悔いが残ったかな、という感じです。まあ、で、もう一人の浪人生に関しては、のたちにしとこうと思います。ポテンシャル十分ですから、次受かればいいですから。で、そういうわけで5人の受験生がいて、3人は、まあ順当といえば順当だけども、ポテンシャル的にはですよ。でも、ポテンシャルがあれば受かるっていう話じゃないですからね。やるべきことをやって、かつ自分から逃げないようにして、ちゃんと僕の話も聞き入れてくれたからこそ、多分、受かったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけど。プラス、ちょっと後悔が残る一人。まあ、第一志望の合格なんですけど。という話をさせていただきました。まあ面白かったかどうかわかりませんけども、冒頭で申し上げたかどうかわかりませんが、僕としては今まで、東大、京大の合格者っていうのは出てなかったわけなんですね。で、今年初めて出たと。で、ちょうど、まあ僕は、個人事業として仕事をしているわけなんですが、10年目になります。10年目の節目で、まあもうちょっと早く出てよかったのかなというふうに思うわけなんですけども、5年前、東大文一を0.5点差で逃した子から5年かかりました。5年かかったわけなんですけども、今回そのチャンスに恵まれて、今回は東大京大3人が志望して3人とも受かったっていうのは、僕にとっては本当に大きなことでした。まあこれが、能力の高い、もともと能力の高い指導者に、あるいは人気のある、ブランドのある、例えば李さんとか、リーチぶっちぎりの天才とか、そういう子が、生徒に恵まれてボンボン出すというキャリアでは僕はないですから、そういう中で少ないチャンスを、ものにしてくれた教え子たちには本当に感謝したいなと思うと同時に、ようやく掲げられたと。で、ちょっと横柄な態度を取れば、まあ僕自身もまんざらバカではないんだなっていうのを 証明できたかなと。というふうに取っていただけるかなと。今まで散々言われましたからね、結局東大出てねえじゃんというふうに言われてたところが今回で出ましたので、あるいは、今でも怪しいというふうに思われてるかもしれませんが、まあ、前例がないことをやってますからね。で、それに加えて、何？東大出身じゃないの？あるいは、東大合格者出てないの？別に東大じゃなくていいんですけどね。要するに、その水準の合格者出てないの？散々言われてきたわけなんですけど、とりあえずは、障壁はクリアできたんじゃないかなと。で、思っています。ここで終わりにしちゃいけないですけどね。また新年度も出し続けたいですし、そのためにある程度ポテンシャルを持った学生を揃えなければいけないし、勝負になるね。で、今、ただそこは、とりあえずは超えられたので、次の障壁になるのは、じゃあ僕は散々昔から言っているコンピューターリテラシーのところですね。何、パソコン怪しい。未だに言われるわけです。で、それに対しては全然別に怪しくないですと。正攻法でちゃんと指導もして、で、結果も出ましたというところでアピールできる状態にようやくなったのかなと。
というように思っています。では更新します。